はい、ジェクモです。今日はですね、今日はというかつい最近ね、ひどいやらかしをしたので、ちょっとそれの話をしようかなと思うんですけど、まあそれはね、なぜ何かというと、足を本棚の角にね思いっきりぶつけまして、でまあぶつけただけだったらいいんですけど、本棚の、ね、角がねちょっと鋭利になってんですよ、うちのやつ角がねちょっと尖ってるっていうか、うん、丸まってるタイプではないって、でそのね角の部分でちょっと痛い話になっちゃうんですけど、小指ぶつけたんですけど、これ足だとして、足の小指ポンとぶつけて、その鋭利になってるところでこの表面がね、小指の表面にザッと切ってしまったというか、皮が剥げてしまってですね、もう血がドバドバ出るし、当てた痛みもすごいしみたいなね感じだったんですよ。でそれね、足をそこの本棚に足をぶつけるのがね、今回初めてじゃなくて、というか実はもう年に2回ぐらいぶつけてるんですよねもう毎年恒例のみたいな感じでぶつけてて、一回ひび入るとかね、足の小指にひびが入ったことがあったりとかしてて、で今回ね、まあ今ね在宅と出社日みたいな感じで仕事やってるんですけど、出社するのに靴履けなくて、今日ちょっとすいませんけど靴履けなくて会社行けないですみたいなね話をしたりとかして、まあ笑い事じゃないんですけどね、そういうことがあったりとかしてて、いい加減何年も そんなことやってるんだったら、もう対策しろよということですよね、うん、そういうことで、ジャンと、はい、こういうのを買いました。これ、まあ、コーナーガードって書いてありますけど、このねこういうふかふかしたね、ウレタンみたいな素材の角とか柱の角とか、そういうところに貼って、まあここにもね書いてありますけど、まあ子どものね、安全を守るっていうためのね、そういうようなものなんですけど、これを貼ってちょっと対策しようかなと思います。はい、もういい加減にしろよって話なんですよね。何回やってんのと、本当に自分でもね呆れるぐらいに、そんなことやってるんで、ちょっと今日はこれでね、まあでもかこんなに量いらないんですけど、こんな量しか売ってなくて、本当にこんくらいでいいんですけど今回まあただまあ同じようにねやらかしたら、ちょっとこれを使ってね、また角をね、どうにかしていこうかなとは思っているんで、ちょっと今回これを使って対策をしていこうと思います。二度と繰り返さないためにね、対策をしていこうかなと思います。はい、ということで、事件現場、事故現場にね、ちょっと行ってみましょう。はい、事故現場にやってきました。ここですね、これ。この出っ張り、これがね、ここにぶつけるんですよ、僕がよく。本当にこのね、でここ尖ってるでしょ、こう面取りされてなくて、ここがね凶器になるわけなんですよね、足へのなので本当にここの部分だけ、ていうかここなんでここ飛び出てんだよっていうね、うん、この飛び出てるこのね、本棚の仕様が全部悪いんじゃないかっていうね、責任転嫁をね、僕の不注意が全部悪いんですけどここが飛び出てるから悪いんだみたいなね、責任転嫁したくなるぐらいの、そういうようなね形状してますけど、まあ、今回はここにつけていこうかなと。でね、こっち側でぶつけたんですよ今回、こっち側を。でこっち側なんですけど、足をね、ひび、小指にひび入った時こっちから来たんですよね。で右足をね、ひび入れたんですけど、こっち
今回はこっちでした、こっからこうやっていったからここの部分でカンナみたいな感じで削れたという感じですね。こいつが犯人です、はい、ということで対策をしていくんですけど、ちょっとね型取り、あのまんまだとちょっとサイズがでかいんで型取りというかそういうのをやっていこうと思います。でこれ付箋ね、ちょっと角度変えますけど、ちょっと見づらいのはまあしょうがないんですけど、僕の作業ができるのが一番あれなんですけどね、こんな感じで付箋を置いて、でこう折り目をつけてやると、でこっち側もねちょっと折り目をつけてやるという感じで、よいしょ、はい、まあ雑なね感じですけど、こんな感じで曲がってんな、こうやってこっから合わせてこうね、でこっちとこんな感じね、はい、この折り目でね、見えるかな、この折り目でちょっとね切っていきたいと思います。はい、でまあ大まかにねこの輪っかを切って、これねあのテープ、両面テープがね 3M の強力なやつになってるらしいんですよね。まあそれがこれをこのコーナーガードを買ったね決め手なんですけど、やっぱりね 3M って品質がいいんですよね。で、まあ、そんなに大量にね余らせて切ってもしょうがないんで、ぴったりぐらいで切っていこうと思うんですけど、だいたいこのくらいね、ハサミで切れるかな、結構柔らかい素材なんでこれでね切れるんじゃないかなと。お、全然余裕だ。でこれこっち側のカードだけじゃなくて反対側こう柱があって、まあ、柱にこうやってくっつけたらこっち側もね守りたいんで、ちょっと同じサイズでねもう一本切りたいと思います。OK、でこれはこっち側のやつはねちょっと今回も使わないんで、いろいろと使えそうなんでね、まあ、また違う機会でねやっていこうと思うんですけど、でここですよね、こんな感じになるのかな、うん、まあ、大まかに切ってちょうどぴったりぐらいなんだこれ。ちょっと雑にねこうやって切りますけど、こんな感じ、サイズ感的にはこんな感じですね、うん、横幅的にはまあぴったりぐらいなんだな、うん、悪くない。で、もう一個はこう角にねこういっぺんになったら、こうやっちゃうとこうやっちゃうとね幅が広くなっちゃうんで、ここの部分を切ってこういう風に貼るかなという風にちょっと考えてます。なのでこっち側は切っちゃっていいかも。こんくらいかな、こんな感じで、こんな感じでね貼ろうかなと思います。はい、まあ、全面囲えなくたとしても囲えなかったとしてもまあ大丈夫でしょうと、うん、まあ、両サイドがね大丈夫だったらっていうか、まあ、必要なのはね両サイドなんで柱ので
こを雑にね、こんな感じでなぞったんで、はい、ちょっとね、これ当てていきたいと思います。まあ悪くなかったかな。ちょっとここら辺がね、ちょっとペン持ってって、ここのね、出っ張ってる部分があったんで、そこだけ削ってやれば。でもこれ加工がね、だいぶ楽ですね。柔らか素材なんで、はい、ちょっともう一回当ててきますね。まあ問題はないでしょうという感じなんですけど、ちょっとね、こっち側、こうは問題ないんですけど、こっち側やった時にここにね、あのここの隙間からね、あの鋭利なね俺の足を削った鋭利なやつがひょっこり顔を出してたんで、そこを埋めるためにちょっとここを削って覆いかぶせるようにします。あのやべえやつがいたそういう感じですね。どうしようかな。ちょっと裏側雑になっちゃいましたけど、まあ、こんな感じでねやれば少しはカバーできるでしょうと、うん、こんだけ 厚みがあればな、多分大丈夫な数。ちょっともう一回当ててみよう。まあどうせね、ほんと家の見えないところなんで今回は俺の足をね守るっていう、そこが第一なんでね。で、3M のこのテープをこんな感じで貼って、で、これもね、こっち側両面に、感じで2つねパーツを作りました。じゃあこれをね実際に貼っていきたいと思います。はい、じゃあね実際に貼っていこうと思うんですけど、こっち側はこうでしょ、でこれはこうという感じですね。はい、まずこっち側からこのでっかいやつからね、はい、これをこんな感じで、だいぶねこれ柔らかくていい素材かもしれない。ちょっとここがね、あの取り出しづらくなっちゃうから、もうちょい下でもよかったのかもしれないですけど、うん、まあそれでもここの部分よりもね、なんていうの、まあ、当たる可能性があったから、まあ、しょうがないですね。ちょっと取り出す時に気をつけつつ、まあこれがボロボロになっちゃったとしたら、そしたらまた作り直すかなと。はい、したら反対側
つらに合わせたいけど、もう一回貼っちゃったから剥がれねえよ。さすが 3M ちょっとここずれちゃってね、だいぶダサくなっちゃいましたけど、これをね、ここの面に合わせるべきだった。はい、まあ一旦これでいいや。これでもしぶつけてもね、うん、あ、いたーぐらいで済むでしょう。はい、という感じで今日はね、まあ、ちょっと施工がだいぶ雑になっちゃいましたけど、まあ、これね、コーナーガード、一回でもね足をぶつけたってところは絶対にね何度もぶつけることになると思うんで、早めにねこういうふうに対策をするといいんじゃないかなと思います。一応ね、まあやる人いるかどうかわかんないですけど、概要欄にねこの Amazon リンク貼っておくんで、興味のある方はですね、ぜひ見て対策してみてください。はい、という感じで、はい。